ミスターアパッチ TV。 ミスターアパッチ TV をご覧の皆さん、こんにちは。ミスターアパッチです。朝の3時、今から定番の観光スポットオスロベへ行っていきます。学校ね、先生と一緒に行くんですけども、集合時間が3時半なんですけども、 LINE のメールが50件ぐらい送ってきてて、若干うざいなという気分ですけれども、50件です朝。オスロブといえば、ホエールウォッチングです。眠たいな、昨日もね、ちょっと夜更かししててかなり寝不足っすね。さあ、いよいよ出発。いやー、バスの中めっちゃ寒いっすね。空調コントロールできないみたいなんですけどね。そうですよね。オスロブに到着しました。眠った。まあでも道中のバスがものすごい揺れてましたね。あとバスの運転手さんがね、オスロブに着いたっていうアナウンスが全然なかったんで、いきなり着いたって感じですね。おお、うわー、向こうの方にあれですね、ホエールウォッチングを見たがっている観光客がうじゃうじゃいますね。おはよう、モーニング。うわうわ、生徒だらけですね。いや、チケット買う人に並んでますね。クジラバブルですね、ここは。ホエールウォッチングが1時間から2時間待つことになったんで、とりあえずエクストラマデーで別のアトラクション参加することになりました。よくわかんないですけど、ちっちゃいなんか島に行くみたいです。行きましょう。うわー、やばいな。エメラルドグリーン。まあ、ここまで来ればもう水はもう抜群に綺麗ですね。でもなんかセブシティの近くにあるニュータウンビーチでも十分綺麗ですからね。そこに2匹、最初岩かなと思った。超間近なんだけど。オスロブホエールウォッチング終了。感想、とにかく人が多かったっす。人多かったよね。めちゃくちゃ多い。めちゃくちゃ多いよね。なんか早く早くごちゃごちゃ、なんか早く取ってみたいな、入ってみたいな感じで。ちょっと船とサメ。そう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 。で近づいちゃいけないし、近づきたいしっていうような感じでごちゃごちゃだった。次のデスティネーション。ウォーターフォンですね。この密着度。
距離感おかしいから。明日は距離感。なんか今からですね、滝に行くんですけども、とりあえず両手が空いた状況にしないといけないらしくて、かなりのアドベンチャーで、こういうあの売店で自分たちの荷物をちょっと預けないといけないらしくて、みんなほらあの手がフリーですね。そういう状況で登っていくと、ここに靴のレンタルもあるんで、サンダルじゃ登れないらしいですね。あー、いい感じ。もうここだけでも素晴らしい。これがレベル1かな、レベル 1? レベル1 もうレベル1で That's enough でしょ。うーわ、水むっちゃ冷たい。 Too cold。 OK、Thank you。 むちゃくちゃいいな、ここやっぱここまで来ないとダメだね。レベル1ぐらいでいいだろうと思ってたけど。やっぱり別物だな。ここはレベル3ですね。レベルなんか5か6ぐらいまであるらしいんだけど。うわーすげーなーこれ。サロンに来てます。すみません、ありがとうございます。サロン歴何年ですか？10年になります。ありがとうございます。かなりベテランの人に。あの強そう、あの体の方を持っちゃった。ありがとうございます。僕あれですよね、思ったより安いですよね。そうですね。お金いろいろ探してたんですけど、あのネットのホットペッパーで。お兄さんめちゃくちゃかっこいいからね。あー、お姉さん頑張っちゃったよ。日本にいるフィリピン人だ。なんかね、レベル5まであるんですけども、一つ一つのレベルが早くてですね、もう本当に10分ぐらいでパッ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 っていっちゃうから、なんかむちゃくちゃ楽しむ余裕がないという。普通にね、ホエールウォッチング超えましたね、ここ。いやー、めちゃくちゃ良かったですね。しかもあの美肌もできるっていうのがいいよね。ツルツルになったようなね、うん、気がね。でもそういう風にそういう風に思わせてくれるモーターホール。一石二鳥ってやつだよねこれね。バスでまた来たんですけど、寒いっすよとりあえず。そして降りると暑いっすよ。なんとか少しこのギャップ、これにやられるな。先生の家にやってきました。むちゃくちゃ犬に吠えられてますね。いやーいいですね、自宅訪問って初めてだな。こんにちは、ハロー。すごいですね、お母さんですね、そして先生の奥さんですね。いいいい、すごいキュートですね。ここが生活する場所か。あ、すげービッグ、ビッグだね、ヒュージ。なんかね、あの奥さんの家族と一緒にみんなシェアして住んでるんですね。バイバーイ、またね。ごちそうさまでした。絡み。バイバイ。いやいい時間でしたね。いやリアルな、ね、生活見る機会ないんで、なんか家の雰囲気とか見ててすごい良かったな。あ、楽しかった。ご飯もめっちゃうまかったし、リアルローカルフード、贅沢な時間っすね。やっぱいいっすね、こうやってローカルの人々と触れ合うことが一番楽しい。さあ、明日からまた勉強頑張りましょう。